手荒な、ね、さっきみたいなものはもう卒業しようと思ってたんですけど、お前から手出してきただろ、お前が長パンしてきたからだろ。両選手向き合っての撮影をお願いいたします。冷静にお願いいたします。落ち着いてください。ちょっと小競り合いになりましたけど、それはちょっと置いといて、すみません、今日なんかスーツで来いって言われたんですけど、1ヶ月ぐらい前に嫁となんかもう警察が沙汰になるぐらいの喧嘩になって、その時に2着スーツ持ってたんですけど、スーツとなんかもうほとんどの私服とか全部捨てられて、で今日それも忘れてたんですよ、捨てられたこと。で朝スーツ着ようかなと思ったらもう捨てたよって言われて、あそうだったなと思って、それすいません。で意気込みは僕足立区に住んでるんですけど、山下選手のジムが足立区なんで、別に足立区の公園でもよくねえと思ったんですけど、今回後期ファウンダーがなんかすごい舞台を用意してくれたんで、盛り上げたいなと思ってます。はい、 JB スポーツの山下健也です。中川選手と試合するのにちょっと前回の試合のことをね話しても失礼だと思うんで、まあ前回のは一応まあいいとして、まあああいう手荒な、ね、さっきみたいなものはもう卒業しようと思ってたんですけど、お前から手出してきただろ、お前が長パンしてきたからだろ、お前が手出してきたじゃん、お前が手出してからこかしちゃったんじゃん。まあ どっちもいいんですけど、まあこの裏連れてってやっちゃおうかなと思って。やってみろお前な。両者落ち着いてください。お前試合終わったらさらうぞお前。ほら分かった分かった、それでは山下選手再度意気込みをお願いいたします。まあなんではい、普通に頑張ろうと思います。よろしくお願いします。さあかなり熱くなっておりますが、亀田興毅ファウンダー、こちらの試合の注目ポイントをお聞かせいただけますでしょうか。そうですね、山下選手は前回こう最高ファイトのリングでもう素晴らしい試合をして、ね、もう会場中が、まあ、その前回の試合すべての試合の中でも一番こういい試合をした。でね、まあ、思わずこうベストバウト賞もこう、ね、出させていただいたんですけど、すごいこう熱い試合をする選手で、ね、面白いボクサーなんで、次もぜひ出ていただきたいなというところ で今回この、麦茶選手が前回この元こう 世界挑戦の経験もある、まあ、このボクシング界ではすごく有名な和気慎吾選手に、見事勝利をして、で今回こうオファーを、ね、したところを、まあ、引き受けて、ね、いただいて、今回こう山下選手との試合が実現したんですけど、でその山下選手と和気さんと、はい、そうですね、そうです、和気さんが僕の先輩です、ね、そうですね、山下選手の先輩に当たるのが和気、さんでもあるんで、まあそういったところで、この試合にかける思いもやっぱりそれぞれ強い思いがやっぱりね、こう勝ちたいという思いがあるんでね、やっぱりこうヒートアップもすると思うんですけど、まあ、そういう後もあとはねリングの上で、2人とも自分の持てる力を出し切って、最高のまたね、試合をしていただきたいなと思っております。